ニュースポストセブンです。ドラマ金魚妻の大胆な演技が話題の篠原涼子さん、昨年7月に離婚した市村正親さんと不思議な関係を続けていました。2月9日放送の時をかけるに出演した際、市村さんのことを主人や旦那さんと呼び、かつての我が家に頻繁に通っていることも明かした篠原さん。一方、2月下旬に子供たちと買い物に出かけた市村さんの薬指には今なお結婚指輪が光っていました。市村さんの知人は指輪について、周囲もさすがに突っ込めないタブーとコメントしています。ニュースポストセブン。